こんにちは、大沢国永です。今更聞けない分かりやすい解剖学、体の仕組みを理解することで生存力がぐんぐんアップします。はい、ということで、肩についての、痛みというのをやってきましたけども、前回は曲下筋という話をしましたが、今日は同じようなところの、痛みというかだるさとかそういう症状、この辺ですねのところで、もう一つの筋肉があります。はい、そこの、キーとなる筋肉が曲下筋のすぐ近くにあるんですけれども、曲下筋がここに前回こういうふうにありました。その下にあるここのところですね、ここにここの肩甲骨の外側のここからあるこの小円筋という筋肉、はい、こんな感じでついている筋肉があります。はい、ここも実は、その肩の前方というかな、ここら辺の、痛みやだるさというところの、ポイントになります。はい、この筋肉は、曲下筋とともに、これも後ろ側について、曲下筋のもう下に並んでという形かな、こういう形、そしてここについているというところの、外旋をする筋肉、これとともにですね、こういう筋肉になります。はい、ちなみにその下に似たような筋肉、こっちにあるのが、大円筋という、小に対して大円筋というのがあるんですけども、こちらの筋肉は、ここのところから、今度は逆に前についていく筋肉になりますので、これは、前にあるということは働きが全く逆、内線のこっちになりますね。なので、こう考えて動かそうって言った時に、働き自体も真逆、そうすると神経のつながり自体も別々、全く違った神経なので、似ていて同じの近くにありますけれども、神経も作用も違うから全く別の筋肉ということになります。はい、でこの小円筋ですけれども、これも、実はここの筋肉のところの筋疲労だったりとか、この使いすぎなど負担が多くなってくると、これに痛みが出てくる、一般の方は、ね、こっちと言うんですけど、実は後ろにあるということが、よく、あります。はい、でまあ、普段はね、曲下筋、前回の時も言ったんですけども、大胸筋ですとか、まあ広背筋も含めてですね、さっきの大円筋も含めて内旋、そして作業、普段の日常の作業とこういうのも内側というのがありますので、引っ張られながら、耐えてこう働いているというところが作業が多くなって、そこで疲労がたまるというね、曲下筋ですけども、小円筋に関しては、この中の同じような、機構で起こるんですけれども、ここのついてるところをこうって見てね、実際に見て、こう解剖とかで観察をしてみると、この位置でこうっていうところは負担的にはやっぱり曲下筋のが多いのかなというような観察ができます。で解剖の時に、実際に、ご検体を動かしてこう見てみると、少しこう手をこちらに、肩関節を前に曲げていくような感じですね。上にこうしていくと、小円筋自体はぐーっとと伸ばされていて、ここのところでの、外旋という時に、とてもこれで働くんだなというところが見て取れます。はい、で実際こう動かしてて、逆に言うとここのところで前の作業、手を伸ばすようにしてこう内側の作業でこうやっているなんていうところがあると、あ、これはここでもしかして負担が多い筋肉なのかななんていうことも観察できるんですね。ということは、この辺が痛いとなったら、曲下筋かなとか、小円筋かなと思って、あとはどこの動作の時に、より痛みが増すのかとか、いつの時にそういう作業ですね、普段の時に多いかななんていうのをまた、聞きながらやっていくと、まあ判別というかな、そういう、ヒントになると思います。はい、そういうところを、意識しながら、筋肉のつき方なんていうのを考えながらやっていくとワンアップすると思いますので、はい、今日は肩の痛みの小円筋ということで、よし。